吉し茂しは、日本の大倉官僚、大倉事務次官、日本開発銀行総裁、神奈川県横浜市生まれ、旧政第一高等学校、東京帝国大学法学部を経て、1946年に大倉省へ入省、大臣官房文書課に配属、主計局主計官補佐、農林省大臣官房調査官、主計局主計官、大臣官房秘書課長、 大阪国税局長、主計局次長、経済企画長長官官房長、理財局長を経て、1975年7月に、主計局長見解系事務職員研修所、所長、1977年6月に事務次官に就任。戦後に入省した大倉官僚の中で最も早く、次官に到達した。退官後、日本開発銀行副総裁を経て、 日本開発銀行総裁に就任した。三井住友海上火災保険顧問、初等者顧問、財団法人トラスト60会長、レールシティ、塩止企画代表取締役、バンダイリゾート会長、国鉄再建管理委員会委員なども務めた。1994年、君一等随法省受賞。2003年12月22日、脳出血のため死亡した。 日本官僚制総合辞典東京大学出版会2001年11月発行378ページ初等者94年秋の助訓君3等以上及び在外法人外国人の受賞者読売新聞1994年11月3日長官ありがとうございます